おはようございます。剣道まっしぐらです。さあ、本日はレディース大会の準決勝、決勝編をお送りしたいと思います。さあ、全国クラス、我々、剣道まっしぐらチームは1回戦で敗退しましたが、まあ、かなりのレベルの高い大会だということはもう皆さんもご存知だと思います。さあ、その準決勝、決勝は一体どんな試合が繰り広げられるのかというのを今回はお見せしたいと思います。さあ、本日もコメントの方読んでいきたいと思います。 iPad の充電がなかったです。日本一になったお方が2人もいるのに、1回戦負けとはすごいレベルの大会ですね、ということで、剣道の難しさってそういうところなんですかね。お疲れ様でした。リベンジを楽しみにしております、ということで、アリちゃん、リベンジ期待されてます。こういう結果でしたが、尾形先生の SNS を見るとすごく責任を感じられておりおられて、代表戦で負けてしまったのかと、あがりちゃんの涙が切ない、外で3人で立って最後の結び、この2人が並んでるのは豪華すぎる。あがりちゃんは和歌山と熊本に行って武者修行だな。尾形先生の高校でしごかれか、さぞ悔しいだろうなと。そしてこの大会2分は短すぎる、独特な戦い方必要、お疲れ様でした。豪華なお二人ですが、次回リベンジしてほしい、ということでね。あかりちゃんの涙ですね、私編集してまして、ちょっともらい泣きしました。で、あかりちゃんに編集してるその時に、LINE して、ちょっと最後泣けたわーって LINE 入れたら、変なスタンプ買ってきました。冒頭の良平さんがすごく宇賀店長とダブルこれちょっとどうなったのかなと思って、動画見ました。ダブりました。試合という厳しさを感じました。さあ、それでは、一体今日はどんな試合が展開するのか、ぜひご覧ください。ではどうぞ。剣のまっしぐら。おお、
Thank you.
ですか。